もと子、もと子は私の顔をよく見て笑いましたよ。私の腕の中で眠りもしたし、またお風呂に入ったこともありました。もと子が大きくなって私のことが知りたいときは、お前のお母さん、すみおおばさまに私のことをよくお聞きなさい。私の写真帳もお前のために家に残してあります。 元子という名前は私がつけたのです。素直な心の優しい思いやりの深い人になるようにと思ってお父様が考えたのです。私はお前が大きくなって立派な花嫁さんになって幸せになったのを見届けたいのですが、もしお前が私を見知らぬまま死んでしまっても、 決して悲しんではなりません。お前が大きくなって父に会いたいときは、九段へいらっしゃい。そして心に深く念ずれば、必ずお父様のお顔がお前の心の中に浮かびますよ。父はお前は幸福者と思います。生まれながらにして父に生き写し出し、 他の人々ももと子ちゃんを見ると、まさひささんに会ってるような気がするとよく申されていた。また、お前のおじさま、おばさまは、お前を唯一の希望にしてお前を可愛がってくださるし、お母さんもまた、ご自分の全生涯をかけて、ただただもと子の幸せのみを念じて生き抜いてくださるのです。 必ず私に万一のことがあっても、親なし子などと思ってはなりません。父は常に元子の身辺を守っております。優しくて人に可愛がられる、えー、優しくて人に可愛がられる人になってください。お前が大きくなって私のことを考え始めた時に、この頼りを読んでもらいなさい。 昭和19年。父、上村元子へ。追伸。元子が生まれた時におもちゃにしていた人形は、お父さんがいただいて自分の飛行機にお守りにしております。だから元子はお父さんと一緒にいたわけです。元子が知らずにいると困りますから、教えてあげます。 この手紙を書いた上村正久隊は昭和19年10月26日上風特別攻撃隊大和隊第一隊隊長として出撃冷徹島東方海面の米機動部隊に特攻去年25歳でした。